はい、渡辺です。今回ね、チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはジブラタルで最初からで、あと全員のランになります。このマップ本当久しぶりですね。全然プレイしてないんで、やらないといけないですけど、何度も言ってるんですけどね。あんまりマッチングしないのよ、このマップ。今回は渡辺のこのクラスで頑張ってみたいと思います。ヘッドショットちょっとチャレンジね。これ3つあるんでね。ヘッドショット出せ。るように頑張っていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これね、ダブルヘイシックスピードダブル武器 XP、 本日のこれ2月12日月曜日 AM11時45分なんですけど、あの2月13日火曜日 AM3 時までなんでね、だったと思うんで、あの現地時間ではもう2月12日 AM10時なんだけど、時差があるんで、右、うまい。このマップ難しいね。だからチャレンジやらないんだけどね、あのたまにはやってみようかなっていうことで。難しいな、このマップ。やっぱりこのマップね、あの難しいからあまりマッチングしないんですよ。こうかなり難易度高いからさ、よしよし、左から来るわ。これからも来たりするんだから、3キロあと1回ヘッドショット出せば2つ終わるんですよ。チームデスマッチのヘッドショットとヘッドショットのやつがただあの2つ終わるんですよ。これ難しいのよ、ほんと。下からの方がいいんじゃないのか。いつも上からやるんですよ俺。いるっしょこれ。うわ、あの YouTube にね、登録、自分が登録してるの黒人の実況者のスワッグエクスペールって言うんだけど、ね、めっちゃくちゃうまくてね、このマップであのV2 ロケット出してるね。何度もやってるよ、でも。スワク XBL は。あとね、もう一人紹介したい黒人の実況者がいるんだけど、ザ・オーシャン OPZ っていうプレイヤーがいるんだけど、あれもね、めちゃくちゃうまくてね。あの、1試合でね、V2 ロケット2回出してたな。それに引き換えのもう一人の黒人の実況者のマーク・オブ・ジェイも YouTube に登録してるんだけどね、マーク・オブ・ジェイ、あの全然やらないな、あのワールド2。今であの最初ちょっとやってたんだけど、後でやらなくなってるな。多分キルがあんまりできないからなんじゃないの。またあの BO3 戻ってるよ、いまだに。 BO3 のがキルできるからっていうことで、なんか俺から見るとね、 BO3 なんか握ってただ逃げてるだけの感じにしか見えないのよ。リスポーン変わったから、よし、ヘッド入った。
13キル。お、チームデスマッチキル契約終わった今ので。あ、2つ終わってるよ、これ。うまい。多分俺の勘であのマーク・オブ・ジェ多分ね他のプレイヤーにコテンパンにされたんじゃないかなと俺思うんだよ。 V2 ロケットも出しきれないってないっしょこれ。俺でもこのぐらいキルできるんだぞ。14キル。俺が一応キルやってるんですねこれ。ここ行ったわけじゃないかこれで。ここでもガン待ちしてる人がいるんですよ。裏取りやっていく。あ、いたか。15キロ。ここ難しいからだ。あんまりキル数伸びないなここ。うわ、下に今いたんじゃない。よしよし、17キロ。ちょっといまいちすら。俺だ、面白い。このマップもやっていくからね。嬉しい。はい、今回の成績は17キル10です。プラス7、スコア1785でした。2位の方より、俺の方が成績いいのか。やったね、この難しいあるジバルタルでブロンズスター獲得できて。はい、このままロビー面白いな。あ、奥岬いいね。チームデスマッチ5ヘッドショット終わりましたね。あ、一つ失敗してるな。ちょっと買わないといけない、これ。5ヘッドショットが失敗してるわ、これ。これ、あと1回ヘッドショットだったら俺が。今回この渡る前のこのクロスで、ジブラウタルのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。